前回のカズクラ、カズさんパート300を目の前にしてついに収穫機を作った。なぜ今更なのかはわからないが、多分畑があると村が発展しているように見えるから作ったんであろう。多分これからもっともっとおしゃれな畑できてくるぞ。はい、どうもこんばんは、カズクラでございます。もうカズクラもあと1話のはずねよ。あと1話じゃないよ。次はね、ウィザー戦ということで、また明日戦っていくんですけども、本日はですね、そうですよ、いろいろ残っているやり残しリストをどんどん片付けていきたいなと思います。では早速本日も行ってみましょう。まずね、こういうコメントが多かったんだけども、最近肌寒くなってきたのでカズクラスキンの服をリニューアルしたらどうでしょう。ああ、なるほどな。まあ、というかですね、この前電車ね、東京出張あったから電車の中で作ってみたんだけど、着替えてみるか。ちょっと待ってろ。さてさて、着替えたぞ。せーの、ドーン。はい、ニュースキンできました。全体像はというとこんな感じでございますね。お、早いだろ、カズくん。これちゃうと、時期違うじゃねえかよ。ちょ、待て、寝る、時間。おーおー、耳出たわ。ぽい。やっぱ違うな、これ。ちょっと戻すわ。はい、ただいま。やっぱこれがしっくりくんな。また秋バージョンはね、どっか一部分、っていうかベルトの部分は秋色にしたんだけどな。気づいてくれないよな、ゴーレムさんな。仕方かい。ではね、早速やり残しリストどんどん片付けていきましょう。まずですね、駅前のスライムいい加減にしろ。これか。このくだりでね、スライムの落下装置をご紹介したんですけども、一体何の意味があったんでしょうね。ではこの調子でじゃんじゃん行くぜ。神殿の恥が欠けてる。なんだと?カズクラで唯一いい建築と言われた、あの奥にある神殿が欠けてるだと?まさかなぁ、そんなことがあんのかなぁ。ほい。どれどれ?欠けてますわ。完全に欠けてますわ。ほい。よーし、これでね、また一つ良くなったぞ。なに、次は天空チックの場所だと?わかったわかった。行ってこよう。なんか天空チックの場所もね、ネザー使わずにね、なんか行けるようにした方がいいのかな。一回ウィンウィンウィンするのね、なんか嫌なんだよな。ぽい、ぽい。てい。よーし、来たぜ。こちら天空ではですね、これだな。高さ2マスでは、カーペットにもし湧くのであれば、カーペットが1ブロック判定になるのでダメですと。あれ、検証にもらってなかったのか。マジか。壊せるかな、これ。136あったら大丈夫か。ちょっと、検証部屋行ってきます。いやー、もう、パートどんだけになるんだろうな。こういうことを知らず、ぬくぬくと生きてるってね。びっくり。うん、ほんとびっくりだわ。あとは、もう蓋をすれば OK だよな。うん、バッチリバッチリ。あー、いい仕事したー。あー。いやいや、おめえがやらなかったからだって。ごもっとでございます。ごもっともでございます。いやー、ちゃんとこうやって一個一個ね、片付ける喜び。今回分かったような気がしますよ。はい。ちゃんと、この上の方だけはね、ワッキーしとこう。みんなが湧きやすいようにね。おやっとみ。さーて、上での作業も終わったところで、経験値トラップタワーのところにあるレール、そろそろ回収しよう。というか、なんかいる。この福井県のサビにしてやろう。そうか、来れないのか。まあ、また後でいいわ。こっちの作業に抱えたいと思います。あ、これだね。確かに、もういらねえや、これ。ああ、嘘。ああ、ちょっと待って。やり残しリストにこれもあった。衝突直前でセーブすると落下ダメージ受けませんよ。いやー、これもね、検証だよな。うん、やり残しリストの検証。セーブして戻る。そして、復活。プチ着地。
いやいやいや、やられればよかった。いやもう今回のは検証だから、もう今後やらない。ではでは、ちょっと何やってたんだっけ。上だな。上の作業戻りましょう。でい、アラーマン、よいしょ。てい、あれさっき私どうやって出たんだこれ。ここ1個だけ抜けてたのか。さっき何をやってたのかというと、そうだそうだ、ここだ、ここきれいにしてたんだ。そう、削りすぎ注意だな。でこれもね、ちゃんと回収しておきたいよな。よーしよ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 し。おお、あぼー、びっくりした。これを取りまして、蓋をいたしまして、と、いや、どんどん生まれ変わっていく。これも取ってしまおう。そして、この貴重なこれも、あ、今落としたな。貴重なこれも取ってしまおう。ぷい。これもなんだったんだろうね。絶対いらないやつだよね。てい、これもいらない。綺麗になったなぁ。うわぁ、綺麗にするって気持ちがいい。よいしょ。こっちの奥にあるやつは、埋め込まれちゃってんな。っていうか、これもいらないもんな。ぷい。さて、回収するぞ、ちゃんと。どこだ、ホッパ。いた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 。でいと。この変な凹凸も削除。今更なんでございますが、やり残しリストに目覚めつつあります。あー、ではですね、ちょっとあっち、モンスター湧いてるか見に行きましょうか。もうこんだけ時間があったらね、しっかり湧くときは湧くとは思うんですけども、お、やっぱり湧かないのね。よしよし、これももう解決できた。カズクラのマップね。1.8 とかそういうの関係なくして、カズクラの、マイクラでは湧かない。みんなんとかは湧からないよ。いや、湧かねえか。さて、結構なんだかんだですね、プレイはしてるんですけども、ここもね、ちょっと、ここも綺麗にしよう。これはね、みんなに言われてたかね、言われてないかちょっと忘れちゃったけどさ、ここね、実は綺麗にしたかったんだ。でこれなんでね、今綺麗にしたいのかというとね、そうです、ここに大量になんかあるでしょう。シワケーキ作りたいんです、今度。だからね、もうこれもう全部回収。ここら辺はね、綺麗にやっておきまして、よいしょ。あとはね、普通にね、あのブロック今並べようかと思ってるの。大丈夫かな、ツルハシ耐えれるか。持ち帰ろう、これは。もうすごい量があるな。これ鉄ブロックね、800個ぐらい使ったんだけどね。うん、ついにそれが生きる時がやってきたようです。シワケーキね、地下に大きな倉庫を作ってね、シワケーキ作っていくんで楽しみにしててください。よーし、よくぞ耐えた。もう7だ、ぴったり。またこちらはですね、村人治療所して使うことがあるだろうからね、まだまだ完全には壊さないでおきましょう。ここもペッと壊して、ぷいっと。あと、ある程度の蓋だけ閉めとこうかな。よし、OK、僕、ジョー。Wait to me。さて、これでも結構今回頑張ったと思うけど、まだあるぜ。行ってくるぜ。ちょっとみんな、バイ、お前いつの間に大人になったんだ。まあ、また行ってくるわ。バイバイ。てい。着手？だなー、次はこっちの方に行きまーす。そういえばね、レール関係でまた見つけたんだよ。トラップタワーの回収のこれの変身に、神殿の上にもある。そういえばあったわ。ディテクターレールだっけ？これね。なんかあったよな。ほんでね、今ね、これ、このツルハシも6ポイントだから修理したいんだけど、もうこれもうマックスなんじゃないのかな。もう直せないとかそう言ってね、ほら、コストが高すぎるとかね。もう直せないんだよ、これ。うん。今までありがとうだけど、これ、なんかの合成用に作ろう。生のツルハシ作るようにね。そんでですね、一つ秘宝ございました。あるかな？ダメージ軽減3。ダメージ軽減の4レベルもある。あ、いけるね。それが何なのかというと、
なんとですね、今ここにある私の装備物ございますでしょ。この中の、爆発耐性、爆発耐性、爆発耐性、爆発ガス爆発脱出。ああ難しい。視聴者さん、視聴者さん、視聴者さん、視聴者さん。あ、そうだ、視聴者さんについてもごめんだった。リスナーさんでよくね。あ、なるほど、リスナーさん、今回はリスナーさんの、あ、かまねえ。いやいやいや、違う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 。いや、リスナーさんはね、いいんだよ。いいんだけど、なんかちょっとカズクラの中じゃない、ちょっとまだ違うんだよな、リスナーさん。やっぱリスナーさんっていうのはなんか実況者のやることじゃん。ほんで、カズクラってさ、このゲームチャンネルサブじゃん。メインとか言うなよ。メインチャンネル別にあるんだからな。再生回数少ないけど。まだね、まだそういう気持ちじゃないので、視聴者さん、視聴者さん。いや、これ頑張るんだよ、年末までにちゃんと言え。視聴者さん、いや、じゃなくて、これ、爆発再生ですね。なんと、合計で10ポイントまでしか使えないらしい。だから今、合計すると16ポイントでしょう。6ポイント分、ね、無駄。今のダメージ権限4を、次回のウィザー戦までにですね、ちょっとエンチャレベル上げて、合成できるようにしておきたいなと思いますと。はい、とまあ本日はまあこんな感じで終わりたいなと思います。次回はですね、ウィザー戦なので、もう私の持てる全ての技術を網羅して、戦っていきたいなと思います。それではこんな感じで、また次回皆さんお会いしましょう。あ、ちょっと待って、あと最後にな。次で終わりじゃないからな。コメント欄に書くなよ。バイバイ。